ひとしさん、本年中はまあいろいろとお世話になりました。でですね、天童に行った時に万が一を想定して俺選手に なってもいいんじゃないかななんて言っちゃったんですよね、天童。いやでも五十嵐さんができるからな、福島のプリメイドのサポーター。うん、だからまあ万が一のまあ想定外のね、そのプリメイドとかも来年また戻ってくるだろうから、だからそれでね、ホームの時はメンバー揃うと思うからいいのよ。アウェーの時想定外っていうのはあり得るわけでね。まあそれの時にまあアットタイムぐらいでいいんで。ならないように。あ、でもとりあえず本当はね、なんか広報とかそういう感じも僕できるならばやりますよ。なんかまあだからそう、いや選手集めっていうよりも客集め、ファン集め、ファンとか。やっぱこの前9月のあの盛岡クラシックをちょっと見にくく、ひどかったやん、あの観客少なかったやん、結構。まあ選挙あったとはいえ。だからな、やっぱりもうちょっとそのクラシコも盛り上げておかんとっていうのがあるわけよ、こっちは。だから一つまあそういうこともしますんで、よろしくお願いしますと。はい、失礼します。